そんなこと言っちゃって、茜とはどうするつもりなの？そろそろ答えを出そうと思ってる。そう。ずっと俺は恋愛とかしてはいけないと思ってて、だから今更だけど、ちゃんと考えてるっていうか。恋愛の自由は基本的人権よ。今はあんたの話をしてるの？あ、そうだったな。美味しかった。ありがとね、連れてきてくれて。どこに連れてかれちゃう？どうしよう。普通に送られた。何よ、期待はしてないけど。そろそろ答えを出そうと思ってる。どうするんだろう。